身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばし上げたらチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日は男子14歳以上女子13歳以上の身長先生式成長ホルモン治療の効果について説明していきたいと思います。まずね、最初にお伝えしたいです。14歳以上の男子、13歳以上の女性の方はですね、正直厳しいです。最初厳しいですよってところをお話しさせてください。まずはね、身長に関して言うと、実はね、結構早い時期に皆さんが思っている以上に、最終身長って決まってきますので、男子14歳以上女子13歳以上の人は、当院の受診をそもそもあんまり進めていませんので、残念ですけども、そこで心折れてしまう方ね、もう受診しなくても大丈夫です。ここですね、心折れずですね、いやそれでもなんとか伸ばしたい、どうしても伸ばしたいという方はこの後もね、ぜひ見ていただくといいと思います。で、男子14歳と女子14、3歳っていうのはもうね、最終身長まで結構近くなってきてて、いわゆる思春期が結構進んできている年齢になってきます。思春期が進んできてしまっている以上、そこから思春期遅らせても結構手遅れなことも多かったりとか、身長伸び率もですね、だいぶ低下しているところにですね、投与してもなかなか変化しないところですごく難しいです。で、もっとさらに言うと、男の子の方がまだ身長伸ばせます。で、例えば男の子であれば、本当にね、男子14歳とかで来てもらって、骨年齢が15歳半とかでもう本当に厳しいかなと思った子でも、上乗せ4センチ5センチした例も結構あります。で、それに関して言うと、完全に身長先生式成長ホルモン治療じゃないとダメです。成長ホルモン投与だけだと絶対ダメだったりとか、栄養補充だけだったらダメだったりとか、神経抑制薬だダメだったりとか、生活の改善だけだとダメで、それは全部包括的にやるのはダメなんですよ。なので、まずそこが大前提。ただし、実際問題、そこからプラス4センチとかプラス5センチした例もありますので、諦めちゃいけないよと。ただし、一般的には、そういった年齢ですね、女の子13歳以上、男子だと14歳以上だったら、上乗せできるのはどうかね、2センチとか3センチくらい、そういうふうに考えておくといいかなというふうに思いますので、もしね、迷われている方がいたら、もうね、本当に今すぐね、受診しないと間に合わないということで、ぜひご理解いただくといいかなというふうに思います。それではまた。